どうも皆さんこんばんは、ココレモンです。今日はですね、実家にちょっと帰省してるんですけど、お母さんの車をちょっと借りたんでドライブに行こうかなと思います。というのも、見て、めちゃめちゃ天気いいのよ。ちょっと見てよ、見て見て見ちゃってよ、すぐわかるから見て。めちゃめちゃ天気、青森ってなんか今の時期でもちょいちょいね、たまに涼しい時があって、だから涼しいし、あと天気もいいし、で今夏でしょ、夏といったら海じゃないですか。だからちょっとね、ドライブして海まで行こうかなと思います。なので今日はまあ雑談しながら、まったり雑談しながらドライブして海目指す動画です。ではよければご覧ください、どうぞ。右方向です。いや、行かない、これ行かない方が地形だろう。この信号を右です。あー、まだまっすぐ行っちゃった、まっすぐ行く。そもそもね、そのドライブ運転するの好きなんだよね。一人の空間になるじゃん、で好きな歌聞いてストレス発散するみたいな。あれ、俺まっすぐ行ったけど、まっすぐ行ったけどナビの指示がね、次のナビの指示がないってことある？あのルート、あの再検索とかするじゃん普通、全然検索しない。もうあれ、放置放置、勝手に行ってくれよみたいになっちゃった。前にうんこナイスのあの実写動画上げたじゃないですか、で、あれ生放送でやろうかなと思って。およそ 700m 先、左方向、鰺ヶ沢方面です。ということで、今回は鰺ヶ沢にね、目的地にしてます。で、そのうんこダイスをね、生放送でもやろうと思ったんだけど、あれって結構なんかギリギリじゃん、引っかかるかなみたいな思って今回やんなかったけどさ、俺 YouTube でなんだろう、その引っかかったこと、あ、一回あったな。マネキンになったら殺人鬼に殺されないんじゃないか説、あのデッドバイデイライト動画上げたんだけどさ、あれさ、コメント欄か何かでマネキンエチエチだねみたいなコメントがあって、サムネにマネキン載せてるんだけど、マネキンがね、女性のマネキンなわけよ。だからあの上の部分こう全部出ちゃってるわけね。で、俺それモザイク入れたんだけどさ、それエチエチだからモザイク入れたんじゃなくて、あの YouTube にサムネそれで上げたら引っかかっちゃって、別にエチエチだからあのモザイク入れたわけじゃなくて、それがマネキンエチエチだねみたいなこと書いてて、違う、 YouTube で引っかかったから入れたんやっていう、違うのよ、別にエチエチだと思っとらんのよっていう。めちゃめちゃ天気いいな、おい。質問コーナー。身長は177cmです。血液型は O 型です。好きな食べ物はお寿司、すき焼き、しゃぶしゃぶ、エビチリ。めちゃめちゃ出てくる。みんな、ついに来たよ。ここちょっと登った先に見えてくるのが田んぼ、一面の田んぼ。まだです、まだね、海には到着しないんだな。 あれだな、海着いたらさ、アイス食べたいね。海見ながらアイス食べたいわ。青森にはよく道沿いにね、あのおばあちゃんが売ってるアイスクリーム、シャーベットのアイスクリームがあるんだけどさ、あ、これ走ってたらいるかな、見つけたら買おう、おばあちゃんから買おう。アイスクリーム150円ぐらいで買えるからね。あれがね、たまに食べると美味しいんだ。めっちゃ景色いい。見て見て、ほら見て見て、こんなに景色いいんだから見て。めちゃめちゃ工事してるわ。ふーん、ふーん、ふーん、ばーん、ばーん、
ダバーン、ダバーン。あ、いる。あ、違う。おばちゃんアイスクリームじゃなかった。うわ、なにあれ。めちゃめちゃでかい風車あんぞ。風車ってさ、ぐるぐる回ってるじゃん。あれって遠くから見るとさ、まあ、ゆっくり動いてるように見えるけど、あれってさ、あの先っぽ、こうプロペラのさ先っぽに捕まったらやばいだろうね。やばい速度で動いてるだろうね。もう捕まってたらもうとかってなりそうじゃない。毎回見るたびにそれ想像するんだよな。あそこに捕まったらどうなんだろうなみたいな。わかる、わかるよね。あー、なんかここら辺いそうだけどな。普通にメロン、スイカ売っとるわ。メロンとスイカ売っとったわ。え、ちょっと待って、海と言ったらスイカ割りだな。ちょうど産地直送のスイカが売っている。俺一人で丸ごと食うことになるけど、割るまでは楽しいだろうけど、割った後の、うん、これどうするっていう、うん、これどうする、割ったスイカどうする。危ねえ、勢いで買うとこした。危ねえ、夏のノリで買うところした。危ねえ、夏って怖え。見えた見えた、海が、うん、すごい、ここここいいな。見えてきた。わお、わお、海だ。この信号を左です。 OK。 うわ、めっちゃ景色いいやん。めっちゃ景色いいじゃん、ここちょうどいいところだな。あ、海、海、海来た。見えるかな。到着、着きました。海です。海に行ってきたいと思います。ただ海眺めてくるわ。